芸能界って本当に枕営業とかあるの？どうなの？っていうのを気になる方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いましたんで、言うとですね、普通にあります。はい、結論から言うと。一般的に枕営業っていうのは昔からあるし、今でもあります。ただ昔と違って今はそんなに強要はされないっぽいです。聞くところによると。枕営業したい人は、すると。ただ、今だとさすがにね、わかりやすく強要しちゃうと捕まっちゃうというか、問題になっちゃうと告発されちゃうので、昔と違って今は、やったら CM 撮れるかもねぐらいな感じのスタンスで。で、女の子の方も分かっていて、積極的にやる人は枕営業するし、そうじゃない人はしないしっていうスタンスでやるという風になってます。だから必須条件ではないんですが、今でも全然あるものです。はい。実際はそういったものがあったりとか、すべての事務所はないですよ。もちろんいい事務所もありますよ。ヤクザね、事務所あるんだけれども、やっぱりもともとヤクザな業界ですから、芸能界とかその工業系っていうのはね。そういうのがまだ残っているところもあって、最近はだんだん減ってきましたが、そういう事務所はいくらでもあります。だから本当にそれこそ変な話、お偉いさんのところにですね、自分の事務所の女の子派遣するみたいなことをやってる人も未だにいます。はい。どことは言いませんが、調べたらすぐ出てくるんで、ググったらわかると思いますよ。はい。ってとこです。で、何回も言いますけど、タレントさんが積極的に枕営業するってことはありえません。はい。基本的にはね。そんな別に得がないですから。そう。だから、そういう業界になっちゃってて文句も言えないし、それをしてでも上に上がってから、自由を勝ち取ろうと思ってる人ってのは結構いるわけですよ。基本的には、芸能人が芸能人に対してする枕営業はレアです。どちらかっていうと、芸能人が自分のところの社長か自分のところの社長のボスみたいな人に対してするっていうのがほとんどになります。なので芸能人同士でやるってことは非常にレアなケースなので、本当かどうかは今回も分かりませんけれども、でもね、あります。今でも。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。